はいどうも、パープンテー、Jリーグサッカーチャンネルですというとこで、今回横浜市暫定首位にというとこで、J2 第29節の振り返りですね、やっていこうと思います。よろしくお願いいたしますというところで、さあ、今節台風の影響で試合が延期中止になったゲームもありました。まあ清水、徳島とかもそうですけどもね、というとこで今節が終わった時点では一旦暫定順位にはなります。ただまあ書いてある通り、横浜 FC が結果としてね、暫定ですけどもね、首位に立つというとこで、まあ過去いろんなね選手のインタビュー記事とか見ている中で、いやいや、たとえ暫定であってもね、順位表の一番上に名前が、自分たちのクラブの名前があるのはやっぱ嬉しいし、モチベーションになるみたいなことはね、よく選手監督も言われておりますんで、まあ暫定順位というのはね分かっているんだけども、でもやっぱりね、横浜 FC の選手監督からしたら、自信になる、今後ね、まあ、つながるね、この今の暫定順位表になるんじゃないかというところでございます。さあ、それでは振り返っていきましょう。で、今回紹介するゲーム以外の、まあ、残留争いとかプレーオフ争いに関しては別に動画を撮っておりますんで、そっちをよろしくお願いいたしますというところで、まずこちら、これらのサブチャンネルの方もよろしくお願いいたします。詳しくは動画概要欄からというところで、山形、横浜市、一谷、横浜市が勝利という結果となりました。山形はね、3連勝中、まあ本当調子が良かったんですけども、しかしやはり横浜 FC のね壁高くと、まあ、横浜 FC もなんか調べ直したら14試合負けがなかったというところなんで、まあこれで15試合負けなしというところでございまして、まあね、長崎の陰に隠れておりますけれども、これで15試合負けなしですよね。これこのまま負けなしでシーズン終えればですけどもね、今年長崎が打ち立てたね22試合負けなしという、まあ J2 歴代2位かなの記録を抜くんじゃないかっていうぐらい、本当調子がいい横浜市にはなってきます。で、先制点は山形でしたね。伊坂陣が右からカットインして左足で決める、まあ古巣相手のゴールにはなりましたんで、こう喜び爆発っていう感じでもありませんでしたけども、ただ、ゴールで先制で前半そのまま終わったんですけども、しかしというとこで後半高橋俊樹のゴールでまず同点に、追いつきましたね。で、そして福森選手のあの地を這うようなゴール、いやあのミドルは素晴らしかった。まあそこからねセンターバックの選手が、シュート決めるなんてもうなかなかね珍しいような、でもね福森選手であればまあ決めることもね、決めることはそんな珍しくはないというとこでしょうし、であとやっぱ横浜 FC は有利なら選手がね最近めちゃくちゃ得点に絡んでますよね。ボランチの位置からポケット取ってみたいなところ、もちろんこれまでのゲームでもねボランチの位置からあそこポケット取ってクロス上げてみたいなのねあったんですけども、最近は自らゴールを決めたりとかね、アシスト決めたりとかもしておりますんで、こう振り返ったら、あ、そこにやっぱユーリ・ロラがいたからとかね、絡んでいたから生まれたゴールだよねみたいなのもいくつかありますんで、まあ、今回ユーリ・ロラ選手ゴールこそなかったんですけども、得点に絡んでおりますんで、まあ、やっぱり攻守において今横浜 FC を引っ張っていってるのはこのボランチのユーリ・ロラかなっていう感じもちょっといたしますけどもね、ちゅうところで横浜 FC が勝利となっております。で、こちら仙台岩城は2対0、中島選手2発、プロ初らしいですね、2桁ゴールはね。まあもともとね、センターフォワードもやるし、ボランチもやるみたいな、いろんなポジションで、ね、使われる選手ではあるんですけども、まあ仙台でね、本当この選手、結果残しますよね、2対0というところでございました。まあ岩城からしたらですけどもね、ここ痛い連敗と。なりました。まあ直接ねプロフ圏内の仙台叩いて上との差を縮めたかったっていうのはあると思うんですけども、しかし勝ち切ることができずで、まあ2対0仙台ね。中島選手2点目に関してちょっと岩城の選手もね、ちょっとこういう形で決まるかみたいなのももしかしたらあったかもしれませんけどもね。ただやっぱ谷村選手が不発に終わってしまって、新戦力熊田選手もこの試合ゴールなしとね。まあ前線本当いい選手が揃ってはいます。まあ、熊田、谷村、西川中、ロマンあふれる3枚が揃ってはいるんですけども、この試合は得点決まらずというところで、ここでの連敗はちょっと岩城からしたらね痛いなというところ。まあこの連敗を早いとこ止めて、またね、プロフ圏内を目指して頑張るかとか、もう一踏ん張りできるかとか、あと1本とこまで来ているんですけどもねというゲーム展開でございましたね。で、こちら
大分ジェシバ、0対2ジェフチバ勝利と、これちょっとスコアがちょっと時間の僕の都合でね、ちょっともうスコアの、ね、あれ打つ時間すらなかったんで、まあもう出してませんけれども、小森選手が2発と、まあ失点シーン先制点、ジェフチバの先制点に関してはもう大分のパスミスですよね。いいパスミスから小森がそのまま決めてというシーンになりました。で、2点目に関しては右サイドですね、岡庭のクロスにまた小森が飛び込む。なんかね、最近の小森選手、小川航基と似てきてんなっていうのをね、感じていて、まあ経歴も違うし、プレースタイルもね、違うんですけども、でもこう、やっぱりね、このゴールの嗅覚、もともとね、ゴールの嗅覚は高いんですけども、なんかな、2点目なんか、なんか小川航基がね、一番得意とするみたいな形でのゴールだったんで、なんかね、こう、最近の小森、もちろんプレースタイルもね、フォルムも全然違うんですけどもね、あーね、得点への嗅覚っていうのがね、さらにこう研ぎ澄まされてる感じがします。まあ来年はね、ジェフチバとともに J1 に上がるか個人で上がるかみたいなところもやるかもしれませんけども、で大分はちょっと厳しい敗戦になりましたね。やっぱりなかなかね、攻撃っていうところで良さが出し切れていなかったかなっていうこのゲームにもなりましたし、あとなんかこの試合はね、ゴールキーパーだったかなの、ユニフォーム問題とかいろいろあったようでございますけどもね、まあ結果はね、0対2ジェフチバが勝利となっております。まあ大分は残留争いにまた巻き込まれるかどうかみたいなとこまで来ておりますんでね、まあそういうところでジェフチバ、でもジェフチバに関してはプレーオフ圏内がまた近づきましたんでね、今後また、順位あと1個、中東に来ますんでね、もう一エンジンかけることができるかどうかというとこでしょう。でこちら長崎栃木1対1というところで、まあ中村啓太のねらしいゴールで先制して、最後ね南野に決められてしまうというなかなかに難しいゲーム展開となりました。勝ちきれず、まあ典型的なね、こう最近勝ってないよねみたいなチームの、試合の終わり方だったんじゃないかっていうのはね感じました。まあやっぱこれがね、ずっと勝ってるチームであれば、まあ逃げ切りに成功するんでしょうけども、やっぱり最近勝ち方とか試合の締め方とかね、そこを忘れつつあるのかなっていう長崎、なかなかトンネルから抜け出すことができておりません。まあこの試合に関しては別に動画を、メインチャンネルをいつも撮っておりますんで、そっちもよろしくお願いいたしますというところで、まあ栃木からしたら貴重な勝ち点値、まあ残留中とこを目指していく上では貴重な貴重な勝ち点値をゲットしましたんでね、まあ、特に長崎、まあ、戦力的には正直言えば長崎の方がやっぱ厚みありますんで、ね、そこを相手に栃木が、ね、調子が悪い長崎とはいえ勝ち点値を取ることができたのは、まあ、これはこれで相当大きなところにはなるというところでしょう。でこちら山口岡山0-2岡山勝利という結果となりました。まあ途中から入ったルカオが2ゴールというところで、やっぱね、ロマンありますよね。フィジカル能力も高いですしね。でまあゴールシーンもそうです。まあ先制点は豪快に決めてますし、まあ2点目もしっかり、そこにいることが大事みたいなね、やっぱりポジショニングなのかなっていう感じがします。まあ0対2での勝利というところです。まあ岡山もずっと引き分けがね、続いておりました。なかなか勝つことができずで引き分け地獄が続いていたこの数ヶ月、1ヶ月ちょいかなには、なるんですけども、しかしようやくね、勝ち点3をゲットすることができました。で今回特にね、プロフ争い中のいわきが敗れておりますんで、まあ、あとそうプロ圏内直接の対決にも今回なりましたんで、この勝利というのは、まあ、ある意味勝ち点3以上のものを得ることができた、そんな結果になったんじゃないかという岡山になりました。さあ山口もここからまたね、モーションエンジンかけることができるかどうかというとこでしょうかね。というとこで最後じゃあ順位表見ていきましょうかね。こちらこれが29節終えた時点での順位表、まあ暫定順位表にはなってきます。まあ、徳島清水がゲームがなかったんで最初に言いましたけども、やっぱ一番上に名前があるのはね、選手監督からしたらやっぱり気持ちがいいものがある、まあ暫定順位でもねというところなんで、まあ、やっぱ上に上がるのはやっぱ気持ちがいいでしょうしね。で清水からしたらまあ、2位に落ちる、まあ暫定2位なんで、逆に清水からしたらね、まあ暫定だからって割り切った方が一番いいのかなっていう感じもいたします。で長崎は本当足踏み状態がついて、まあ、とうとう仙台とは3ポイント差ですね。でまあ7位ジェフチバとの差が10ポイント、残り9試合かなで10ポイントでしょう。まあでもな、わからんよな、最近の長崎の調子の悪さとね、ジェフチバのね、ここをしっかり今回勝ちましたんでね、またここから勢いに乗ってくればちょっと嫌だなっていう感じも長崎からしたらするでしょうし、でやっぱ3位って結構一番でかいですもんね、そのプレーオフか
プルーフっていう意味では3位というところはまず引き分けでも OK ですよね。確かね、プルーフはね、引き分けでも OK、 2試合連続引き分けでも J1 みたいな、負けなければいいみたいな権利が3位にはあるというとこなんで、まずは3位を守ることができるかどうか、まあホーム開催権含めてですけどもね、ちゅうのもあるでしょうし、まあ3位に入ればプルーフ圏内で終わったとしても、まあ最後新スタジアムでね、プルーフの決勝をやることができるかもしれんみたいなところもありますが、ただやっぱ過去のクラブ見てると、プレーオフってやっぱ勢いが大事ですよね。そのプレーオフの前のシーズン最後のラスト3試合5試合で、例えばもうやっぱ3連敗でね、プレーオフ迎えるのと3連勝でプレーオフに入るのでは勢いも違いますんで、どういう形でね、プレーオフに入るクラブは、シーズンを終えてね、そこに入るかどうかというところも鍵にはなってきます。まあ長崎得失点差でやっぱ他のね、プレーオフ圏内のクラブとは大きく上回ってますんで、まあ得失点差で下回ることはあんまりないかなっていうところだから、次長崎が負けて仙台が勝って勝ち点で並んでも、まあ長崎が多分3位にはいるであろうっていう感じもします。さあ長崎、まあ最低限次の目標はホーム開催権の3位みたいなところになってくるかもしれません。今後の、どうなるか、まあ踏ん張りがここで効くかどうかというところでしょうね。はい、ということで今回は以上です。以上パラブンテジェルサッカーじゃなかった J2 のマチャンでございました。よかったらチェットマッサの